ちょっとこの後もね、いろいろ伺っていきたいとは思うんですけれども、監督、今日は学生の皆さんにプレゼントがあると伺ってますが。はい、そうなんですよ。はい、はい、なのでぜひちょっともうスタッフの方にちょっと準備してもらえればと思いますが、はい、お願いいたします。絶叫が止みませんが、改めまして橋本環奈さん、山本舞香さん、横田真優さんにお越しいただきました。いや、ちょっとこのざわざわはね、なかなか収まらないんですけれども、すごいですね。皆さんね、本当にこの絶叫が収まらないんですが、改めてドッキリ登場していただいた皆さんにご挨拶をいただきたいと思います。まずはじめに森崎飛鳥役、橋本環奈さんです。お願いします。はい、皆さん、こんにちは、橋本環奈です。こんなにキャーキャー言われると思ってなくてですね、多少はあると思ってたんですけど、本当に嬉しいです。皆さん、映画楽しかったですか？ ありがとうございます。はい、なんかこう嬉しいですね、やっぱりちょっと照れてます私。はい、よろしくお願いします。可愛いという声も上がってますが、橋本さん、よろしくお願いします。そして柊木るみ子役、山本舞香さんです。よかった、声援あってないかと思った、嬉しい。山本舞香です。いや、皆さんの顔を見てこうやってお話できてすごく嬉しいです。貴重な時間になると思いますので楽しんでいってください。よろしくお願いします。さあ、そしてナルトリエ役、横田真優さんです。ああ、すいません、私まで黄色い線をいただいてしまって、横田真優です。こういうドッキリ登壇初めてなので、すごく皆さんと一緒に初めてを経験できてすごく嬉しいです。今日は最後まで楽しんでいてください。よろしくお願いします。引き続き蓮見監督にもよろしくお願いいたします。はい、もう歓声が起きるとなぜかお三方は笑ってしまうというね、面白い状況になってますけれども、はい、橋本さん、はい、登壇の前、はい、どんな気持ちでした？いや、どれぐらい生徒の皆さんがいるのかとか、本当に全くわからない状況でずっと3人で裏で喋ってて、なんかバレてるのかもしれないなみたいなとこあったよね。なんか黒幕みたいなの貼っててこそこそ来たんですけど、バレてるんじゃないかなって思ってたので、こんなに本当にちゃんと驚いてもらえるとは思ってなかったです。うん、全然知らなかったよっていう人。いや、そうだよね、そりゃそうだ。皆さんはおいくつなんですか？17歳。16歳17歳。まだ誕生日が来てないんだね。うん、高校2年生のね、皆さんですけれども、ね、高校2年生か。はい、ここ久しぶりの学校、橋本さん、いかがですか？そうですね、久しぶりの学校、綺麗だよね。綺麗だよね、うん、ずっと言ってて、ここの学校めっちゃ綺麗じゃないですかね。わかんない、綺麗だね、うわーじゃないの。
謎の盛り上がりがここここで見てたの、あスクリーンで、へえ綺麗だね、視聴覚室って書いてあったもんね、うん、なんか普通になんかどういう場所でやるんだろうってマジで本当に何も聞かされてなかったからはい、ね、皆さんあの演じられた役柄と同世代の皆さん目の前にして、え皆さんこれ授業中なんですか、授業で映画見れる、最高な授業じゃん映画見れるってねえ、大丈夫大丈夫、寝てなかった、みんな寝てなかった、ちゃんと見てた、大丈夫、山本さんはどうですか、今皆さん目の前にして、いやーなんか学生の時に映画見る授業って最高だなって確かに思いますね、しかも、なんかしかもこうやってちゃんとリアクション返してくれるのですっごいありがたいですね、うん、ノリがいい、横田さんは現役高校生目の前にしていかがですか、いや久しぶりに現役高校生とこうやってコミュニケーション取ったなと思って、はい楽しい楽しいです楽しいですね今ね皆さん見ていただいてこのリアクションですけれども、まあ見ていただいた通りホラーもあり青春もありアクションもありという作品になってますが、キャストの皆さんに伺いたいのは、例えばホラーが苦手なクラスメートがいたとして、何と言ってこう誘ってあげたらいいか、その誘い文句をちょっと橋本さんから順番に教えていただいてもいいですか、誘い文句、待って全然キャーっていうとこじゃないのよまだちょっと待ってね、ちょっと待ってね、確かにあの何でもケアだからね、うんうん、いやどうだろうな、ホラーの苦手度合いにもよると思うんですよ、でもなんかこうその明日からこう毎日生活するのが怖いっていう感じじゃないじゃないですか、体探しって、うんうん、なんかこう怖すぎて笑えちゃうぐらいのレベルだと思うんですよ、ちょっと、ね、なんかこうさっぱりしてる感じ、どうやって誘う、どうやって誘うって難しいな、体探しっていうだけじゃなくて、だけじゃなくてホラーを誘う、ホラー、ホラー映画の、そうそうそう、ホラー作品を誘うとしたら、え誘い文句、ちょっと待って、こんなに期待されると何も出さないダメだ、何も出てこないわ、山本さんはどうですか、体探し誘うとき、お願いお願い、見に行こう一緒に、見に行こう一緒にお願いお願いめっちゃ見たいから頼む頼む頼むって言います、なるほどね、はい、あ、ホラー、そっか、マイカは苦手だから一緒に見に行ってっていう、行きたいの一緒に、あーなるほどね、そう今みんな行くってなってましたけどね、うん、完全にそのテンションでしたけどね横田さんはどうですか、体探し誘う時、あー私はあ、カンナさんとマイカさん可愛いから見に行こうって言いますそっちの楽しみもあるんで、はい、橋本さんこれは OK ですか、誘い文句として、うわー、はい皆さんがあのいいと言ってる感じなので空気的に、はい、ぜひ今の誘い文句使っていただいてね、まだ見てない方誘ってもう一度公開したら見に行っていただきたいなと思います。